まあ、名前が石毛っていう名前なのでやっぱりそこから発生していろんな名前があだ名が付けられやすいってところはありますね。一番定着してるのはゲッチ、まあ、一番ハマってるのが僕の中でもゲッチかなと思うのでそれで読んでいただければと。83番ワイドレシーバーの石毛さとしです。フィールドの一番隅っこの方に立ってまして、QB から投げられたボールを取るようなポジションになります。やっぱり自分の一球でこう勝ち負けを左右するようなプレーが多く絡むようになってくるのでそういう意味では、ワンプレーワンプレーを緊迫した思いでは臨んでいます。やっぱりこう決められたルートを走る上ですぐに加速が必要だったり、すぐに止まったり左右に曲がったり細かい動きがあるので、まあ、そういった中での瞬発力というのは非常に大事になってくると思います。こうルート走る中でも相手がどこにいるかによって、まあ、多少修正を加えたり、そういうことが必要になってくるので、まあ、突然の動きにも対応できるような筋力というのはやはり必要になります、ね、やっぱりお客さんが盛り上がっているともちろんその声も僕たちに届いていますし、そういった中で、まあ、より良いプレーをやってやろうと、より良い姿を見せてあげたいという思いで、気持ちがどんどん高ぶっていきます。ナイスゲッチと言ってくれればありがたいです。